Yeah. ヨーヨー。あ、間違えた。ハッピーティーのさん、もちゃもこさん、コナンさん、まつさん、なるかりさん、まつさん、しんさん、イキピスさん、なちゃこさん、福田さん、なおこさん、アイスレモンさん、ヤーティーさん、アンパさん、ありがとう。やばい、いちご、あのアイスだ、めっちゃありがとう、みんな。すごい。え、なんかさ、前さ、48は大賞じゃなかったけど、一般のショールームのライバーさんのやつでさ、いちごのギフトあったじゃん。そう、あれ欲しかったけどさ、投げれんかったからさ。アンパさん、クマさん、トンさん、ありがとう。チューチューさん、ありがとう。え、昨日さっきした配信はゆいなの膝におったんよ。ゆいなに膝、ゆいなが配信してる膝におったから、ちょっとなんかみんなを困らせようと思ったお久しぶり、やっほーい。てごさん、よしもさん、みやてぃさん、ありがとう。ハッサンしか喜ばないような、でも結局あ、いっちゃ暑い日はもうなんかガリガリ君みたいなやつが一番おいしいよ。モンチーさん、ナルカイさん、ナジックさん、フナワさん、モンチーさん、ヤスさん、ディネさん、ナオくん、シニッツさん、マークさん、ミヤティさん、ありがとう。そう、みんなを困らせたかった。フクさん、ミヤティさん、ありがとう。カズオさん、カズオ、ポさん、ヨシカカくんさん、ありがとう。アイス、アイス、ありがとう。そう、でもこのさ、アイスキャンペーンで一番好きな味は実はチョコミントとかいうまさかの展開。サツマイモさん、アイスレモン、ヨシカカくん、イケピさん、ありがとう。そう、実は一番好きなのは、まあ、チョコミント。実はでもなんかいちごのさキャンペーンとかってないじゃん。だからそう、嬉しい。なんかいちごのギフトだって思うと嬉しい。ゆうゆうゆうさん、ありがとう。あかりさん、あかりさん、なんか配信で話されてた。あいこじさんがチョコミント好きな人はメンヘラで依存が強いって言ってた。正解私やん。ケレイさん、ありがとう。そう、いちごとチョコミントのね、二大巨頭。ナオさん、ワンパンさん、トンさん、ありがとう。え、ガリガリ君39円、バリ安じゃん、最高。私はね、もう今日はライトもついて充電もあるし、安心安心。山頂で冷凍いちご食べたどういう状況。ナオさん、トンさん、ありがとう。エタロウさん、結婚して契約違反ですよ。ありがとう。そう、ナナさんがチョコミント、ヒラさん、オペラさん、ありがとう。ヤティさん、ありがとう。ハーゲンダッツのストロベリー食べてた。美味しいよね。ハラさん、ありがとう。アイスはストロベリーじゃないのか。でもなんか私昔、なんか分かってくれる人いるか分かんないけど、なんかクラッシュオブクランっていうなんか城を自分でなんか囲むみたいなアプリがあって、ゲームなんだけど、城のゲームがあって、誰かさ、クラッシュオブクランを分かってくれる人いないか。それになんかもうなんかお兄ちゃんともう毎日もやってなんか戦ったりとかできるんよ。人のお城攻めたりとか、そういうゲームをしてて、 そう、それの名前をいちごアイスにしてた。わかんない、どういう気持ちでしたのかわかんないけど。ミヤティさん、アンタンさん、キュンデスおじさんさん、ありがとう。パリオリンピック、あ、そうなんだ。めっちゃあと 2,3 週間ぐらい、2週間ちょい。ヒロさん、アンタンさん、トンカズさん、ローランミックさん、ありがとう。いちごのことを思い浮かべながら言ってそう。いや、知らんよろ、あいこじさん、私がメンヘラかどうかなんでスイカバー大好き、わかるよ。え、私さ、メールにさ、いちご味のアイス食べるとか書いたけどさ、ちなみに食べてない家にあるのはマンゴー味のアイスのみ。ヒロさん、ありがとう。ミックさん、ヒロさん、アンタンさん、フクタンさん、チューチューさん、打ち上げさん、シルニジピンさん。シルニジピンはお、サックスになんだ。え、パセリさんもう達成したんでしょ。すごいよね、びっくりした。え、わかる、わかりますか。そう、今もある。だから今もやろうと思えばできるけど、なんか久しぶりに帰るとさ、なんかゴブリンかと思いましたみたいな言われる。確かにそういう系のね、ゲームの案件とかね、結構やってるよね、先輩とか。え、クラッシュオブクラウン来たし、でもさ、一から作り直さんといけんもんね、そういうのって。懐かしいよね、ドゥ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 ンって言って始まるやつ。そう、テロップにどのアイスか書いたら。確かに。でもさ、なんかあかりさんとかさもさ、いちごやっとったっけ。さ、ちょっと気まぜっと
ではないんだ。あーそうなんだ、なるほどね。ガメちゃん一人で喋ってるヤバい人みたいになったよね、ごめんね。今日ユイニャンいるのって、いるのユイニャン。別にいないかもしれない。え、山登ったの、すごい、山登りするんだ。つまやまさん、ゆきひらさん、ありがとう。いちごの妻です、やばい。チョコミント好き、なんか一番好きなアイスは、まあ、チョコミント。気まずいよね。キザリーさん、ちがきさん、石川学さん、ありがとう。あ、寝落ちしたの昨日。あら、私も最近寝落ちやばい。なんか最近レッスンも毎日あるんですけど、私がなぜこんなにレッスンを毎日してるか、早く発表したいけどまだ発表できない。ひきいぬさん、ありがとう。アイス、あ、フォローしてくれた方でありがとう。デモガスプリンスさん、ひきいぬさん、ありがとう。きゆきさん、ありがとう。パセリさん、すごいよね。そう、マンゴー味のアイスの味、アイスの実大好きなの。え、てかさ、私今この場所変えたんよ、ソファーの。これさ、ここにさ、光るやつついててさ、今度光らせて配信するね。今日はちょっとできないんだけど。確かにと思う。リキーヌさん、石川かけさん、ありがとう。そう、クラッシュオブクラウン、 I give ice cream いちご to いちご、 yeah strawberry to strawberry だから。リキムキさん、タイヤのジュンさん、ありがとう。そう、私なんかゲームとかハマるともう止められないタイプだから、ずっとこうやって寝ないでやってた。クッキー&クリームもいいよね。リキーヌさん、ありがとう。いちご、いちごです。推しメンのメンヘラが映る。じゃあみんながメンヘラになっちゃうよ。チョコミント美味しいよね。チョコミントを一緒だね。福さん、ありがとう。ルースさん、ありがとう。アイスよりアイスやばい。つむじがアップになってたやだ。10キボサイからやめとし。エケビさん、ありがとう。30万ポイントのアイスも加算。うん、多分そうっぽい。つむじは見ないでください。ゆいなはいないんだって。ゆいないる、いなかったでしょ。やばい、なんか絶対表に出せない変顔してきた今。マジでやばかったよ。全然するよ私。今の顔やばい。いそう、飲まなくなってる。確かに。あげさん、ありがとう。チョコミント大好き。そう、ふつまやまさん、キャンパーさん、ありがとう。アイドさん、クレンパサラさん、ありがとう。ねえ、なんかマジ変顔して笑わせてくる。あー、おもろすぎる。ねえ、やめて。あんまり無理かもしれない。道後温泉行った、いいね。いちごライス、あ、それライス、アイスの、あ、いちごアイスとか美味しくな、ライスとか美味しくないやろ。おひさん、しんいちさん、サイさん、ありがとう。ねえ、確かにパセリさんはもうアイスが大好きって言ってるしさ、アイスイベントなんて来たらそりゃそうだよね。あん、まあでもこれはいちごイベントでもあるので、ちょっと頑張って。前の隅が落ち着く。ほんと、あでもかりさんとかもねいらっしゃるの。平次さん、レイさん、ありがとう。え、よかったね。バス待ってたんでしょ、だって。はえ、そう、あのアプリめっちゃハマってた。高橋正幸さん、ありがとう。トンさん、ありがとう。そう、私は今バリすっぴん、髪の毛ボサボサ、レッスン後って感じ。おー、いいよその顔。うん、さっきの顔して、唇いる。やばすぎるこの人。今日ナンパの日だって。今日ナンパの日、じゃあそこのファンの人にナンパして。いいよ、そこの君。おい、これごめん、ちょっとなんかアイスがさ、ギフトでさ、アイスがパカって出たから叫んじゃった、ごめん。マクさん、石川くんさん、ありがとう。いて安心して、やばい。ケイトさん、ありがとう。トンさん、まさきさん、ありがとう。おもろすぎた。ユイニャン is 18 already can streaming this time? No! She's student not streaming this time.ひねかっぽっぽい。今日マジでボソボソ、もう今日めっちゃね難しくて、私的にもう大変だった。頑張った。そう、笑わせてくる。ならかりさん、ありがとう。
え、登りたい。確かに登山か。登山でも遠足とかでさしたことある。そりゃそうだろ。20日僕耐えれるよ。20日、20日も25日はどっちも出ます。このイベント相席人の意味が 有効なの。そうだよ、私が集めてるのはいちご味でも、チョコミント味も好きだし、カバニラ味も好き。モズ太郎さん、ケイトさん、オーツアットンさん、モクモクさん、カイトさん、ありがとう。アイスとかいろいろ。あ、カイトさんがくれたんだ、このパカーンってやつ、パカーンってやつ、ありがとう。バニラだったね。な、え、何のさ味が出るかは秘密だよみたいな。モクモクさん、ありがとう。サッピーも可愛い。あ、あれハズレなんだ、さっきのやつ。外カメにして、え、やだ、ユイナが映っちゃうってバンされちゃうから。モクモクさん、ありがとう。そう、すっぴんです。汗をかきまくった後の美女です。藤田さん、松さん、ありがとう。ナンパ無理って言ってる女性いるけど、偶然出会った、それ以外しない。なんかナンパって怖いじゃん。なんかさ、私なんかナンパして きてきた方と追いかけっこしたことあるもん。逃げてこうやってえって言って、その人が追っかけ、あ、えーみたいな、こうやって追っかけっこしたことある。しかもなんか奈々さんのなんかソロコンライブみたいなの見に行こうと思って、なんか東京のあの新宿のバスタ新宿らへんあるやん、あの辺で追いかけっこした。おもろかった。ちょっと本当にちょっと今急いでて無理ですって。今日七夜の日。あ、そうなんだ。お茶、スーさん、ありがとう。リスさん、ありがとう。くじ付きギフト、あ、対象外。あ、そうなの。ポチッと、あ、そう、今お話し会もね再販中ですので、皆さんよろしく。皆さん、ありがとう。ユニアンちゃんと家に返してるわ。私が監禁してるかのような。皆さん、マクさん、ありがとう。富士山登ろう。登りたい。かなうと登ろうかな。キイヌさん、スーさん、ありがとう。ショールーム加工しないの。でも何、フィルターみたいなのとか、あとお肌をちょっとなんかトーン上げるやつみたいなのとかしてますよね。ここになんかニキビみたいなんできたよね、これ。ビエン、お疲れ。ライさん、ありがとう。山登りやね。レイスガーさん、ありがとう。生姜、新生姜のアイス、気になる。中堅さん、マークさん、ありがとう。今日か、本当ですか。キピスさん、ハヤトさん、ヨシカズさん、うん、マサカズさん、うん、ありがとう。タックル、でも崖登りしましたからね。私は岩を登った女ですので、岩を登った女ですのでね。あ、そうなんだ。明日から野戦なの、今日甲子園。頑張れー、マイボコ。逃げまくった。じゃあ、SKさん、ありがとう。鬼ごっこしたいです、やめてください。怖かった、普通に。そう、リスガーさん、ありがとう。まさきさん、STI さん、ありがとう。広島の話か、奥沢さん追加した。お、りなちゃん、ありがとう。はありがとう。はい、ありがとうってね言ってます。私もありがとうございます。お前、お前に聞い、右側とかあるよね、こっち左なんだけど。え、本当だ、アットマークの後ろ楽しいになってる。うん、素晴らしい、素晴らしいぜ。さらきさん、むさきさん、ジャンキーさん、リチャーさん、ありがとう。ちょっと鼻がかゆくてごめんなさい。 YDO さん、ありがとう。あ、新生姜ミュージアムで、いや、まひなさんポピコ食べてた。今日まひなさんをね一目見たよ。私は一目見たって言い方やばいけど、レッスン場にいた。なんか自分たちがレッスンする前に多分レッスンしとって、マヒナさんがいるって。なんかマヒナさんいるならなんかもうちょっと髪とか整えとけばよかったと思って、服とかももっとちょっとちゃんとしとけばよかったって。そう、あのね、鬼ごっこしたよ。でもカスミンと、カスミンたちとバーベキューした時にカスミンのお兄ちゃんとカスミンとみんなでした。鬼だったしかも私。タオル、うちわとタオル届く。じゃあ届いたら教えて。一話はハニャッチーさん、結婚して、ちょっと契約違反もできないんですね。あずみんさんのモノマネ、あずみんさん、あずみんさんのモノマネ、ねえねえあずみん。あずみんさんのモノマネってむずくない。どんなんだ、
どんなこと言ってる？なんとかじゃけん。広島弁。そうじゃけん。そう、口がなくちょっと難しい。今日私がね、なんかある振りの中でね、頭の上にさ、安住さんの頭の上ぐらいにちょうど手がつくる振りがあったよ、そしたらね、背伸びしちゃった人のあの手にこうやって当ててマリオじゃん。可愛かった。そう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 。可愛かった。あ、外ってなったやられとるやん。可愛かった、やられた。ゆきひなさん、ありがとう。まひなさんは追いかけてないんですよ。鬼ごくしてないでしょ。ゆきひなさん、ありがとう。ナイディオさん、ありがとう。ジェイちゃんさん、結婚して譲渡契約違反ですって。ハートン、ありがとう。アリシャさん、ありがとう。てれんの今の大丈夫なやつ、今変なこと言った私結婚ギフト対象外だからコメントで結婚して、うん、無理ですね。安川家健さん、ありがとう。えかすみの弟ね、のびさん、ありがとう。結婚した？私とね、ここがやだ、ニキビみたいなのできたの。つまいもさん、ありがとう。明日なんか自分の中ではちょい早起きの時間に起きんといけんくてね、ちょっとしんどいけど頑張る。ヨダさん、ありがとう。でも明日は早い分ね、終わるのもきっといつも今日とかより早いから。マックさん、ありがとう。ついでに結婚はにゃ。ハルオさん、ありがとう。リコチさんの春夏秋冬の歌いのとこのありがとう。どういうこと？でも春夏秋冬やった時リコチさんのとこだったのよ。だからリコチさんのこと見て覚えたんだけど、そう、めっちゃなんかもう自由になんかこういう感じとか、なんか振りを多分人それぞれの時とかすごくて真似しようかと思ったけど、ちょっと私にはできなかった。リコチさん、あの出られるよね、なんだっけ、あのダンスバトルみたいなやつ。あ、 NG ですよ。ユーニャンに起こしてもらわないの？ユーニャンが起きれるの？西で一番高い山なんだ。鎖登る系なの？また私鎖登る系もバリ怖かったから嫌なんですよ。通勤休校通過駅さん、ヒロさん、ありがとう。アイスアイス終わってくれ、やばい。でも結構長かったから、アイスのイベントもぜひ。8時、ユーニャン寝たかな。ユーニャン寝た？うん、寝てるわ。ゆかしさん、ありじゃん。そう、めっちゃ癖っていうかも、こう勢いとかなんて緩急とかめっちゃすごくて。そう、あいこちさん、りこちさんの写真集、あれ多分りこちさんが書かれてたやつでしょ。めっちゃ綺麗っていうか、なんかりがこうなってる感じとか好きだった。真似て。そう、私最近さ、なんか岡田奈々さんのさ「沼ハモルーマー」の歌い方をさ、なんかよく やってるんだよね。いつ披露しよう。ちょっとでも今日じゃないな。それは何をそんなに急げよ。とりあえず。でもお台場の時に初めてやった。アイスも。哲司さん、ありがとう。さつまいもさん、平塚さん、ありがとう。ゆいな犬みたい。ゆいな猫で。なんかゆいなのことを最近。にゃんとかにゃんことかにゃんにゃんとか呼んでるんだけど、そうするとね、ワンワンって言われる。わしは犬なのかもしれない。犬の寝言ね。最近なんか言ってたかな。最近はマッキー止まってるみたい。飛び魚だよ、飛び魚って言ってたよ。海でも行ったのかな。なんかなんだったんやろな。返事するよ寝言には。踊り方違うんよ。でも私マジでウィッチウェイ超うまくて、今日なんか覚醒してバリうまくて、そう動画撮ればよかった。チューチューさん、 SKU さん、ありがとう。めっちゃもうおもろかったもん。ストロベリミに改名するの、そう、うちがあのこのアイスキャンペーンのあのいちご味のアイスのあの1位になった場合のみあのストロベリミに改名なんですけど、まあちょっとならない気がするので大丈夫です。なのでストロベリミに改名させてやろうっていう気持ちはみんなによります。そう、今日はねご飯食べた、冷麺食べたよ。 G3 号さん、ありがとう。そう、トビオ57分だ、もうそろそろ読まなきゃ。やばい、本人に披露はやばい、やだよ。 YD さん、ありがとう。
とう。やばいやばい、ちょっとギュってなっちゃった今ね。ありがとう、カイトさん、アイディさん、ありがとう。ミスったらちょっと読めなかった、ありがとう。カミリアケイさん、フックさん、ありがとう。最近あのサッチーとねウィッチウェイをずっとしてる。フックスゲットした、会えるんじゃない。そうネオハも成長記録最近してないからね、そろそろ、あ、やばいやばい、18歳じゃない、それはゆいな、58分になったから。ちょっとランキング読みます。じゃあ15位から、メンマー15位ナルカリさん、10位スーさん、13位ゴーさん、12位ケピさん、11位トンさん、10位マクさん、9位スガガさん、8位サツマイモさん、7位ワンタンさん、6位ヤティさん、5位ナジョモクさん、4位ユキヒラさん、3位リキネさん、2位カイトさん、1位ヨシコックくんさん、ありがとう。ナナさんと踊ってみた、え、確かに TikTok 撮ってくださいとか言おうかな、 やばいか、普通にやめよう。フグスレマンシュ、うん、え、マックチョコミント祭り始まるの、え、あれだけじゃないってこと、なんかフラッペみたいな、わかんない。そう、ありがとう。こちらこそ、ノブさん、平次さん、ありがとう。いちごのアイス、ありがとう。みんな、カミリアケイさん、いちごのアイス、ありがとう。そうなので、今日からねショールームキャンペーン始まって、まあ実質いちごイベントみたいなとこあるので、いちごアイス集めたいと思います。でもね、チョコミントも好きなんよ、やけちょっとなんか今回は苦渋の決断。なんかめっちゃさ、あれみたい、スプラトゥーンのフェスみたい、3色3つあって。そうですので、よろしく、何を聞いてくれる、そう優しいからね、キーナさん、ありがとう。優しいからね、ナナさんには会いたい、マジで会いたい。スタジオ近隣狙ってる、そう狙ってる。マッツンさん、ありがとう。アイス、ではまた明日。そうなので、アイス集めます、よろしくね、ありがとう。みんなおやすみ、明日も頑張ります、みんなも頑張りましょう。またね、ありがとう。最善管理、おやすみ、おやすみ、バイバーイ。ゆなな、寝た、ゆな、あ、寝た。なんちゃん、なごさん、ありがとう。バイバイ。おやすみ。おやすみ。